にちは、奥山文也です。このビデオでは中禅寺湖で使うスプーンの説明をしたいと思います。私は中禅寺湖の超ベテランじゃないので、ベテランの人にはちょっと物足りないかもしれませんが、釣りの方はともかく鮭が魚類の専門家ですので、そういう目から見たルアーの選び方、あるいは私にいろいろ教えてくれた名人たちの助言も含めてご説明したいと思います。まずですね、ルアーはいっぱいあるんですけども、所詮ルアーは偽物です。ですからうまく演出するっていうことが大事なんですね。しかしながら演出って言っても、そのルアーの形とか動きとかで特徴がありますから、それをいかに使いこなすかが肝だと思いますね。で、紹介していきますけどね、中禅寺湖のスプーンとして有名なのは、この MT レイクスと、それからこのクロビアですね。これ、この2つ双璧です。これ、この2つはですね、必ず持ってた方がいいです。この2つは中禅寺湖でですね、レイクトラウトのスライドスプーンテクニックって言って、こう引いてる時にバクッと食いついてくるヒットではなくて、引いて止めてヒラヒラヒラっと落ちていく時にバクッと食いついてくる、当たりを取るというですね、そういう特殊な釣り方に特化したデザインになっています。これが MT レイクスです。これがクロビアです。カラーなんですけど、皆さん悩むとこなんですが、これはですね、クロビアを制作しているCレーベルの、清水さんに聞いたんですけど、大体中禅寺湖ですと、このグリーンチャートカラーと、からオレンジチャートカラー、それからパロットカラーっていうところにいっぱい模様が入っているのがカラーですね。この3色あれば大体使えるということなんですね。この派手派手カラーでですね、中禅寺湖のレイクトラウトはよく反応します。さて、スプーンはヒラヒラヒラっと落として誘うスライドスプーンだけではありません。もちろん引くとですね、こうヒラヒラ揺れながら動いて魚を誘います。昔は全部そうやって釣ってました。有名なルアーを2つご紹介します。まずノルウェー製のサラマンダーです。サラマンダーって確か山椒魚って意味なんですけど、このスプーンは中禅寺湖や北海道でも、かなりの実績があります。そしてメイドインジャパン、ダイワのチヌークです。本当はシヌークと発音するんですけども、 CH で始まるのでチヌークと発音されて、これもですね、爆発的なヒット力がありました。私がかなり昔に釣った鹿児島池田湖の66センチ 3.8 キロのニジマスはこのチヌークの赤金にヒットしました。これがチヌーク赤銀で釣った鹿児島県の池田湖のニジマスの魚拓です。今でもいい思い出として我が家に飾ってあります。最近ではですね、こちらの3つのスプーンを私はよく使います。最近よく使っているのが左からバックス、真ん中オリエン、一番右トリコロールスプーンです。3つとも他のルアーにはない独特な形をしています。というわけで、私が中禅寺湖でスプーンで釣る場合、この5種類ですね、 MT レイクス、クロビア、バックス、オリエン、トリコロールスプーンです。
それではまずフックの配列についてご説明します。おのおののスプーンは釣り具屋さんではこういう状態で売られています。オリエント、バックスはスプリットリングとフックが、トリコロールスプーンはフロントのスプリットリングはついてません。クロビアは両方のスプリットリングはついてますけど、フックがついてません。 MT レイクスはスプリットリングは2つ一緒に袋に入ってますけど、スプーンに装着されてません。これをですね、今からフックを交換したり装着したりして作っていきます。MT レイクスにスプリットリングを通します。この状態になりますね。で、これで今クロビアと同じ状態になったわけです。これにスイベルをつけます。 NT スイベルっていう、どこにでも売ってる有名なスイベルのメーカーですけど、それですと6号ぐらい、それでもですね45キロテストありますから、普通に12ポンド、16ポンド、20ポンドのラインで釣るのが十分な強度があります。こういう状態ですね。装着するフックは、私はガマカツの TR25 っていうですね、ナノスムースコートっていうフッ素コートされた刺さりのいい針を使ってます。シングルフック1本でやる場合、これはバックスの例ですが、市販の状態だと一番上なんですけども、真ん中と下はガマカツのケプラーで鮎を作ったフックに変えてあります。で、真ん中はですね、そのまんまケプラーの鮎にスプリットリングを通してあります。下はリングを装着してからスプリットリングに留めてあります。フックは上のようにシングルフック1本か、下のように2本、いわゆるチラシ針にするか、どっちかなんですね。で、どっちがいいかですね、1本だとかかればがっちり入る、根がかりも少ない。で、2本だとですね、魚がスプーンが沈んでいくときにスプーンを拾うようにして食べますので、スプーンそのものは重みがあるので口の中に入りにくいんですけど、魚が吸い込もうとしたときにフックだけ口の中に、リングをこれループトゥループみたいにして止めるわけなんですね。これ指先強じゃないかね、なんか通りませんが、リングを使わず直接このケプラーの輪にスプリットリングで、通す場合はですね、ちょっとこの輪の大きさを調整して、それでですね、瞬間接着剤でこの輪を染み込ませておくと硬くなりますから、そうするとスプリットリングに通しやすくなります。ケプラー付きのフックの有利な点ですけども、ここがですね、ひねってもいいですか、スプーンがひねられてもついていくので、バレにくいという人もいますね。
私もそう思います。はい、これで完成形です。バックスとポリエンは、まあ、どちらかといえばレイクトラウトよりもブラウンとかニジマス、あるいは本マス、表層早引きにも使えますので、ぜひお試しください。まあ中禅寺湖に通ってですね、どうしても釣り方は分かんないっていう方はですね、 YouTube いっぱい釣り方出てますけど、実際に現場で教えてほしいっていう人はですね、Cレーベル、あの黒ビアを作っているCレーベルのですね Facebook で、まあ、中禅寺湖ですとか、まあ、興味ある方は芦ノ湖とかでもあのしょっちゅうなんか講習会やってるみたいなので、そちらに参加してみてはいかがでしょうか。たった5種類のスプーンで中禅寺湖が攻略できちゃう、迷わないでください。またこの5種類以外にもいいルアーがたくさんあることはもう100も承知です。でも冒頭でも言いましたように、所詮偽物ですから、信じて投げること、それからきちっと魚のいるところにルアーが届くこと、これが大事です。そして、道具なんですけども、まず、釣りって大事なのは針と餌と糸なんですよ。ですから今回もルアーの紹介をしたわけなんですけども、針にも神経を使ってください。それと糸、すなわちラインなんですが、まあ、P ラインでやるんですけど、0.85 とか1号とかでやるとですね、細いです。で P ラインはとても擦れに弱いです。深いところでヒットして途中の岩で擦れると魚が大きいと糸切れちゃいます。ですから私がおすすめするのは最低でも 1.2 号か 1.5 号、16ポンド20ポンドという太さでやり取りした方がいいんじゃないかなって思います。またリールもロッドも専用の最新型いっぱい出てますが、特にこだわらなくてもいいと思います。私なんかリールこのカーディナルですよ。これ本当に40年前のリールですから、今でも活躍しています。まず中禅寺湖に行ってルアーを投げてみてください。釣れなかったらまたその時考えていきましょう。それが釣りの面白いところだと私は思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございました。また面白いと思ったらぜひチャンネル登録もお願いいたします。